Alright, welcome to Meshal Mashiru. Yeah, if you'd like to see full uncut and unedited reactions, you can check my Patreon. The link will be down in the description, so don't hesitate and check that link for the juicy early access and uncut and unedited reactions. And yeah, let's go. マホーガッコー魔法界の中枢を担う数々のエリートを送り出してきた由緒ある名門校。 編入試験は当然超難関、合格者は 3% にも満たない。優秀な魔力を持つ者だけが、 Not even... No way, right. 3%. 優秀な魔力を持つ者だけが。Okay, let's see. What's the entrance exam? どれどれ、今年の志願者は？クロートゥーチ、グチ。魔法局事務次官の息子。世間的には有名どころといったところだな。杖の手入れに魔法書のチェック。試験に対して余念がない。え、どういうこと？今から魔法学校の編入試験なんですけど、なんで筋トレしてるやついんの？空気椅子しながら筋トレの本読んでる。受かる気あるの？Nah, that's not physically possible. That is not possible. なんか一人で言ってるし、しかも後ろの二人は何？全然隠れられてるし。マシは魔法が使えんのじゃが、俺の段取りが信じらんねえのか。顔のあざも本物そっくりに作ってやる。多分面白いもんが見えられるぜ。いや、試験ってどんなのだろう。Yeah, I wonder too. 何としてでも分かんなきゃ。はじめまして。今日の編入試験を担当するクロード・ルッチだ。クロード・ルッチ。クロード・ルッチ。次に来る魔法使い、今年度7位に入った。若くして数々の高度な魔法を獲得したという噂の。もっと私を崇め立てまつってくれ。わざわざ火の中から出てくるとか熱そうだな。あいつは絶対落とす。では早速一次試験を始める。全員席につけ。席？なんだ？Yeah, Mash doesn't. 最初から用意してある部屋に連れてってくれればいいのに。殺す。Yeah, that's true. He just wants to. He just wants to show them that he's the best mage. この答案用紙、文字が動いてる。そう、その答案用紙には私の魔法が。絶対無理じゃん。Yeah. あの時行けるとか。There's no way.動かれると困るんだけど。動かれると困るんだけど。できました。すっごい成立してる。Okay, I love this. あの重い輪を軽々と浮かしてるぞ。うわ、水の上走ってるぞあいつ。それ以降もマッシュは。なんやかんやで試験を突破した。なぜあんなふざけたやつが残っている。 With no magic. And they don't even notice. 次の試験はこれだ。おい、また地面が。次の試験はこの迷路を解いてもらう。もちろんただの迷路ではない。中にはさまざまな罠が仕掛けてある。それでは始め。ゴールに行けばいいのか。He's just gonna jump。なんか簡単そうだな。あの。お？私も一緒に。Okay, never mind。なんで？え、あの、きっと二人で協力した方が効率的だと思うんで。ああ、確かに。ありがとうございます。He's so unbothered。一体どんな罠が私たちを待ち受けているんですかね。
He doesn't give a shit. なんじゃこりゃ。ずっと騙しててごめんなさい。諸事情によりゴールさせるわけにはいきません。諸事情って？言いたくないから諸事情なんです。いやー、he's just gonna 騙されていた。悪いけど僕にも諸事情があるんだ。じゃ朝には四本足、昼には二本足、夕方には三本足の生き物。ファラオン、なんだ。所詮はテスト。私の魔法でここは。Is he supposed to be there? 我が問いに答える。Oh yeah, the three questions. And you cannot answer false answer. And Mesh is gonna... これは確かに罰。自分のために他人を騙した。ごめんなさい。キノコ頭さん。そんな生き物いるわけないだろ。なんでわざわざ助けに来てくれたんですか？いや、諸事情が僕みたいな感じだったらなんかかわいそうだと思って。But yeah, what is her reason? もう間に合わないですよ、今からじゃ。僕がどうやってここまで一瞬できたと思ってるんだ。そろそろ時間だ。あまたの罠に迷路の番人、さらに私が用意した足止めの生徒。さすがにこれだけすればいや。Yeah, so that was the reason. まさか、発災地にいかなる魔法を使う。No way, he's just gonna. No, he's just gonna break through the walls. なかなか面白い子じゃの。ありかあれ？ありなのか？いやダメだろ！卑怯だろ！ふざけるなよ！帰れ！帰れ！帰れ！帰りたい。おかしいだろ！迷路じゃねえだろ、それはもう。確かに。迷って出てくるのが迷路だろうが。困ったも。迷路とは一体？哲学。She's gonna stand up for him. やめてください。言えばただじゃ置かないぞ。私が。おい。私が意図的にゴールに行けないよう邪魔したんです。ルッチ先生に言われて。その人を足止めしたら合格にしてやるって言われて。でもそんな私を助けて、彼はこう言ったんです。僕と結婚してくれ。いや、言ってないけど。だって怪我痛むならおぶっていくけど。え、いや、それって私と私重いですよ。僕は重いとかは別に気にしないけど。Okay, she misread the situation. よかったですよ。いや、言ってないから普通に。そうだ、悪いか。私は試験官だ。生意気なガキに貧乏少女。底辺にも利用価値がある。 Okay, now Dumbledore has to step up. Come on. お前たち二人は不合格だ。文句があるなら立てつくか。エリート教師であるこの私に。もっとも、それができたらの話だがな。言い過ぎです。You ain't chill with your stick. He's just gonna break that. かわいそう。黙れ！お前らの言うことなんか。静まれ！ Yeah, Dumbledore. ウォールバーグ校長。Wahlberg。最終面接を始める。校長、なぜここに？
ルッチーよ、お前は後でわしの部屋へ来なさい。かしこまりました。では早速一人目と行こう。 OK、 それではマッシュ・バーンデッドの最終面接を始める。まず最初になぜ我が子を選んだのかを聞こう。 Personal reasons。 家族と平和に暮らすためです。どういうことだ。よいよい、では次に、迷路の試験で時間がないのに女の子を助けたのは本当かね。 That's true。 まあ一応。なぜじゃね、君がわざわざ不合格のリスクを取ったのは。なんだか後悔しそうだったんで。君はどうやら後先をあまり考えないタイプらしい。もしスフィンクスが君より強かったり壁が壊せなかったらとは考えなかったのかな。まあ考えたところでやるしかないんだ。He is him。 非常に面白い。君より強いものはこの世に5万頭おる。君より圧倒的に強い存在が立ちはだかったとき、果たして同じような行動が取れるかな。例えばそれが。Definitely. He ain't no pussy。わしだとしても。なんて圧倒的な魔力。しかもこの魔法は。This is the voodoo doll。この魔法は対象者の一番大切なものの魂を人形に移すことができる古代魔法じゃ。じいさん。I think they look alike, the Wahlberg headmaster and his grandpa, his grams. Like some distant relatives, maybe? それだけではない。魂の移った人形にナイフを突き刺せば、そのものはもう帰ってこない。He can't break it! 今の君にはどうすることもできない。して、このような状況に置かれたとき、君は…こんなでかいもの、ずっと出しておけないでしょう。我慢比べですね、これは。ほほほ。力とは、人を傷つけ、救いもする。それは力を持っているもの次第。 I love the song in the background. ノブレス・オブ・リージュ、強き者としての資質を。そしてわしの見立てによると、君という人間はその資質を持っているようじゃ。 Of course. 申し訳ない、文字通り君を試させてもらった。そんな気はさらさらなかったんじゃ。お構いなく。校長がさっき言ってた、もし校長が僕の前に立ちはだかったらって質問の答えなんですけど。いや、その時はボコボコにしてあげますよ。ハハハで。なんとようこそ。 Yeah, he's a savage。 日本魔法学校へ。大丈夫か、じいさん。優しくして。マッシュ・バーンデッドはイーストン魔法学校の編入試験に合格したのだった。今日は最も基礎的な鍵を開ける呪文を学びましょう。鍵を開けるイメージを魔力。 He can't. How is he gonna do this? Is he just gonna break it?では実際にやってみましょう。先生、開けました。いや、先生、そうじゃ、そうじゃねえだろうが。自分。Well, I。とかそういうの苦手なんだよ。なんでここにいんの。前途多難ですな、これは。なんで一言みたく言ってんだ。どうなってんだよ、しんけ。今年の編入生はどうなってんだ。明らかにヤバいやつが入ってるじゃないか。絶対に関わりたくないな。今度はどこ見てんだよ。聞け、人の話を聞きなさい。Some beliefs。
They're gonna get their ass beaten. I can't wait to see that. 僕の部屋はドアが。ん？僕はウィン・エイムズ。今日からよろしく。Roommates。僕はマッシュ・バーンデット。あれ？意外とまとも。で、こっちがケビン。え？で、こっちがマイク。この人筋肉に名前つけてる。こっちが怖い。そしていつ着替えたの？わからないことは何でも僕に聞いてよ。Okay. He's a gym freak. 内部進学組と Not even gym freaks name their muscles, right? このしきたりなんだ。一ついいかい？うん。この学校で進学者になるにはどうしたらいいんだ？ああ、進学者ね。金のコインを集めるのさ。Gold coins. 授業、その評価に応じて金銀銅の効果が与えられるんだ。Mm-hmm. まあ効果とは関係なく学期ごとに一定の成績を取れないと退学になるんだけど。なんとなく分かってたけど非常にまずいな。これはなんかすぐ退学になりそうだな。だからみんなすごく必死なんだ。 He won't. もちろん僕も。君も頑張ってね。いいやつだな君は。そして単純なマッシュであった。シュークリームいる？え、どこから出したの？いただくけど。魔力を持たないマッシュは神格者になれるのか。 We'll find out in the next episode. シュークリームファンキーラフ。 Okay guys, I hope you liked my reaction to Meshul episode 2. And if you did, then don't forget to press that like and subscribe button. And if you'd like to see full, uncut and unedited reactions with early access ahead of YouTube, you can check my Patreon. The link will be down in the description. So yeah, see you guys next time. またね。